Hi, では復習です。We must finish our homework first. もう must 大丈夫だよね。そう、しなくちゃいけない。だから僕たち私たちまず最初にホームワークを終わらせなくちゃいけない。Then we will eat the cake. それから then ってそれからとかそしてって意味ね。We will eat the cake. Will は?これからするよ。だから宿題はまず終わらせなくちゃ。そしたらケーキを食べるつもり。もう一つ未来形やったばっかりだよね。Then we are going to eat the cake. B 動詞に going to イコールに going to で未来 will と同じような意味です。はい。ではもう一つ、これは二重線。昔のお友達。My mother told me to clean the room.実はね、ずいぶん前にちょろんとやってんの。tell, told, told。これはいろんな意味があります。お話しするとか。ただこれは、何々しなさいよと言います。ね、するように言うっていう意味。誰に言うの ?my mother told me。ここに人が入ります。何するように言ったの ?to clean。お掃除するように、お母さんが僕に言いました。私に言いました。My mother told me to clean the room. じゃあ次は一緒に読むよ。せーの。Our teacher told us to read books. どんな意味?そうだよね。僕たちの先生が us だから、僕たちにこう言いました。何するように言ったの ?to read books. 本を読むように。そうですよ。You have to read books. You must read books during the winter vacation.それでは number one 二重先生の Megan Ginger wanted to bake chocolate cake 二重先というか全員で読むんです先にごめんね全員で読みますもう一回せーの Megan Ginger wanted to bake chocolate cake want to は、したいこれしたかった次みんなでねせーの Meg said first we must buy chocolate and flourこの flower、お花と全く同じ発音だけど、ちょっとスペルが違います。小麦粉。だから、チョコレートケーキ焼くにはまず、はい、buy は買うだったよね。チョコレートと小麦を買わなくちゃ。小麦粉。ごめんなさい。はい、次せーの。Ginger said, let's go to the bakery. I am going to buy some marble chocolates for my buttons too.これ二重線結構長いけど頑張ってね。僕は、はい、バイが出てくる。これから買うつもり。Some marble chocolates。あ、そんな長くなかった。いくつかマーブルチョコレートを買うつもり。で、覚えるとこじゃないけど、何のために for my buttons。いつも可愛いボタンをつけてるでしょ。それに新しいマーブルチョコレートが欲しいんだって。次は、一重線です。行くよ、せーの。It was so cold that the snow on the ground was frozen. そうだと幸運だね。とっても寒かった。That, だから、the snow on the ground, 地面の上の snow は was frozen. フローズンヨーグルトとかわかる?凍ってるやつ。だからカチカチに凍っちゃってたんです。次、ready, go. Ginger could not walk on the ground. 次は一重線 ready, go. Meg told him to sit in her bag to stay dry. Meg は、するように言いました。誰に ?him. まあ、Ginger にね。何するように ?to sit in her bag. 彼女のバッグの中にお座りしてなさいねって言ったんです。何するために ?to stay dry. stay は?そのままでいるとか滞在するだったよね。だから乾いたままでいるためには、濡れたらほら、クッキーだから折れちゃうから、カバンの中にいなさいねと彼に言いました。はい、ナンバー2、下線部だけ行くよ。二重先生の、I am going to use the beautiful jelly beans. マーブルチョコをボタンにしようと思ってたんだけど、ジェリービーンズを見つけたら、キラキラして綺麗じゃない?それにチョコレート飽きたから。綺麗な美しいジェリービーンズを使うつもり。という気分になったんです、ジンジャー君ね。
はい、次、チジュセン、レディゴ。Ginger became so excited that he fell off Meg's back. そうだと興奮。ジンジャー君はジェリービーンズを見てね、あまりにも興奮しちゃったから。だから、はい、fell は何の過去形？うん、fall。で、off がつくと何々から落ちるという意味になります。メグちゃんのカバンから落っこっちゃったんです。興奮しすぎて。で、次、notice。まあ、やってるかな。一重線ね。気がつく。それから二重線、bought。これ読み方気をつけてね。やたら長いけど、bought。buy の昔。ということは、買いました。買った。次、一重先生の Then she left the bakery without ginger. で、一箇所 left だけが二重線になってるのわかる？この leave left left ね、何々を出るとか何々を出発するっていう意味があります。あと左っていう意味もあるんだよね、right と left のね。ここは出発しました、出ていきましたっていうこと。で、この文章は一重線ね。そして彼女は、without ginger, 久しぶり without。そう、なしで。ジンジャー君なしで気がつかなかったから、ベーカリーを出て行きました、パン屋さんを。はい、二重線 found。これは find の昔です。なんだ。そうだね、見つける。だから見つけました。ベーカリーというのは、パンを売っているお店、パン屋さんのこと。で、ベイカーも出てきます。ベイカーと言ったら、そのパンを焼くパン屋さんのこと。日本語だと両方パン屋さんだね。あとね、一番最後の行に、ストレイカット。今回のタイトルもストレイカット。これは野良猫ちゃんのことです。はい、ではテストします。ナンバーワン。二重線。メグちゃんとジンジャーは、チョコレートケーキを焼きたかった。Good. Meg and Ginger wanted to bake chocolate cake. はい、二重線。私たちはまず、チョコレートを買わなくてはいけません。Okay. We must buy chocolate. まずって言っちゃったね。最初にだったら first をつけるんだよね。はい、次も二重線。Will じゃない方の未来で、僕はいくつかマーブルチョコレートを買う予定。Right. I am going to buy some marble chocolates. はい、一重線。とっても寒かったので、だから、地面の上の雪は凍っていました。Excellent. もう一回、ready go. It was so cold that the snow on the ground was frozen. 次も一重線。めぐちゃんは彼に、こう、何々するように言いました。ここまで。うん、もちろん。Meg told him. Him もできた。3番目のやつだよ。何々にはね。He, his, him の him ね。何するように言ったの？彼女のカバンの中に座っているように。ここまで全部行きます。せーの。Meg told him to sit in her bag. 何するために？乾いたままでいられるように。Okay, to stay dry. つなげて ready go. Meg told him to sit in her bag to stay dry. はい、number two. 二重線。僕は美しいジェリービーンズを使う予定。そう、使う、use。大丈夫？せーの。I am going to use the beautiful jelly beans. はい、一重線。ジンジャーはとっても興奮しました。だから、メグちゃんのカバンから落っこっちゃいました。Exactly. Ginger became so excited that he fell off Meg's bag. 一重線、何々に気がつく。はい、notice. はい、一重線。買うの今と昔言ってごらん。そうだね。buy と bought。はい、一重線。そして彼女は神社なしで、パン屋さんから出て行きました。
Right. Then she left the bakery without ginger. で、二重線の人、何々を出る、出発する。今と昔言ってごらん。うん。leave が現在形ですよ。leave。過去形。left。じゃあ、二重線。はい、見つけるの現在と過去。そうだね。find と found。あと、もしかしたら二重線の人、その次の行の sell もわかんないかも。sell というのは、売る。ね。はい、では2週目いきます。この前、tell, told, told で、何々するように言うっていうのを一重線の人たちやりました。tell はね、どっちかっていうと、上から目線、するように言った。勉強しなさいよ、とか、ね、手洗いなさいよ。で、それがちょっと頼むような口調、何々するように頼みましただったら tell じゃなくて ask を使います。だからここにある I asked my mother to bake apple pie どういうこと？うん、私は僕はお母さんにアップルパイを焼いてくれるように頼みました。これがね、tell や told だったら命令しちゃうんだもんね、お母さんに変だよね。はい、では、行きます。Number three、続きですよ。せーの。The stray cat had two kittens. When the mother cat brought the cookie to them, they cried, It is mine! はい、kitten って何？ kitty とか。そうだよね、子猫。ベイカーが、ジンジャーをあげちゃったでしょ、クッキーを。その、野良猫ちゃん、実は二人。じゃない、二匹。子猫ちゃんを持っていたんです。で、そのママキャットがね、ノラちゃんが、when the mother cat, はい、brought は2回目か3回目だよ。なんだ、二重線。持ってきた、ね。現在形は ?so bring. で、クッキーを彼らに持ってきたとき、彼らは叫びました。It is mine. 僕のだよとか私のものよっていうことでしょ mine はね。はい、次、get ready, go. Luckily, Wolf, Fred's dog, heard the cry and found ginger. まあ、ラッキーはわかるよね。運がいいとき、ラッキーって言うもんね。運のいいことに、Wolf くんが。初めてかな？ Wolf の説明、Fred's dog って間に入れてあります。フレッドのワンちゃんの Wolf くんが。はい、hard は何の昔だった？そうだね、here。その叫び声を聞きました。そして、前回やった found の意味は、見つけた。ジンジャー君を見つけました。本当に運がいいとしか言いようがない。はい、次、一重線、せーの。He asked Fred to come. つなげて、せーの。Fred asked the cats to give him ginger. で、まずは、Fred 君、彼が頼んだんです。間違った、Fred じゃない、Wolf が。ウーフも男の子だから、失礼しました。ウーフくんがフレッドくんに頼んだんです。to come, 来るように。だから、ね、耳いいじゃない？犬って。だから、フレッドくんが聞こえないような、ジンジャーくんの甲高い波長の叫び声を彼は聞いて、で、ジンジャーをパッと見たから、来て来てってフレッドくんを呼んだんです。で、今度はフレッド asked the cats.フレッド君が猫ちゃんたちに頼みました。何するように ?to give him ginger. 彼に、これフレッド君自身のことだよ。彼にジンジャーをくれるように頼みました。でもね、お腹空いてるし寒いし猫猫ちゃん。次せーの。He said, If you give me the cookie, I am going to give you my cheese sandwich. Warm milk and a warm bed.すごい交換条件だよね。はい。if, 何だったっけ？うん、もしも。もし、君たちが僕にクッキーくれたら、まあ、神社くれたら。次が二重線ね。I am going to give you. 君にあげよう。これからあげよう、君たちに。僕のチーズサンドイッチを。覚えるのはここまで。あと、あったかいミルクとあったかいベッドもあげるよ。次、ready, go. Of course the mother cat said yes.Of course. 呼吸によく出てくるので二重線覚えてください。もちろん。こんな交換条件ならママキャットはイエスと言ったよね。
はい、number four。河川部行くよ。bring brought は何だったっけ？二重線の人。うん、持ってくるとか連れてくる。で、連れて行くが、もうこれもやってる。持って行くが、take と took ですね。過去形が took。で、一重線、せーの。Bob was happy to see the cat. ボブは嬉しかった。何したがために ?to see the cat. 猫ちゃんを見たから。二重線。give と gave。なんだっけ意味？うん、あげる。過去形の gave。あげました。だよね。はい、一重線、せーの。I will ask grandma Ann to bake a new arm for you.僕、フレッド君ね、僕がグラマーに頼んであげよう。何するように、君のための新しい腕をベイク、焼いてくれるように。あら、腕がブロークンしちゃったのかしら。はい、二重先生の、I am going to buy jelly beans。で、しかも、ジェリービーンズも僕買ってあげよう。ね、買うよ、これから。フレッド君は、he's a good boy だね、本当に。それでは、number three. 持ってくる、連れてくるの、今と昔。二重線。はい、bring と brought。はい、一重線。彼は、フレッド君に来るように頼みました。good. He asked Fred to come. フレッド君は猫ちゃんたちに頼みました。何するように彼にジンジャーをくれるように。Okay. Fred asked the cat to give him ginger. じゃあ二重線。僕は君に僕のチーズサンドイッチをあげよう。Will じゃない方の未来で。Great. I am going to give you my cheese sandwich. 二重線もちろんは。うん、of course. はい、number four. 二重線。連れて行くとか持って行くのは今と昔。Okay, take と took だよね。ボブ、あ、一重線。ボブは嬉しかった。何したがために猫ちゃんたちに会えて。Bob was happy to see the cat. 二重線。あげるとあげました。はい、give と gave。はい、一重線。僕はグランマーに頼んであげよう。何するように君のための新しい腕を焼いてくれるように。Wow, you did it. もう一回せーの。I will ask grandma to bake a new arm for you. はい、二重線。僕はジェリービーンズを買ってあげよう。Will じゃない方の未来形で。I am going to buy jelly beans.あと一つわからなそうな単語があった。ごめん、barn というのが何回か出てきます。これは納屋。体育館みたいに大きい建物だったりして、そこに動物を飼ってたりとか、藁が積んであったりとか、道具がしまってあったりね。大きな物置みたいなもんです。barn が出てきます。それでは、何回も何回も口に出して、口に覚えさせちゃって来てくださいね。それではまた明日。バイ。